はい、ありがとうございます。先ほどまでは鈴木さんが国際協力に興味を持ったきっかけっていうところから、大学卒業して何をしていたのかみたいなところをお伺いしたんですけど、この動画では通信系の企業から転職をして、国際系の大学院で何のお仕事をされていたのかっていうところをお伺いしたいなと思ってます。前提としてなんですけど、転職をして国際系の大学院で働かれてたってことですよね。そうです。修士を取りに行ってたってわけではないんですよね。ではないですね。わかりました、ありがとうございます。そこで事務職っていうところをされてらっしゃったってお伺いしたんですけど、具体的にどういうお仕事をされてらっしゃったんですか。具体的には、はい、勤務していた大学院が公共政策を専門とした大学院で、そちらで東南アジアとか南アジア、アフリカの国々の政府職員の方を招聘して日本に受け入れて、だいたい数日間から長いと3ヶ月間ぐらいの研修プログラムへのご提供して、日本でどのような政策を行っているのかというのを大学の教授の方で講義をしてお伝えするというところで、私はその研修の調整というか、はい、路地の部分を担当しておりました。なるほど。大学院とは言いつつもめちゃくちゃ柔軟性がある大学院ですよね。そうですね。通常そういうのを招聘して2日とか1週間のプログラムをやるってなかなかないですもんね、他の大学院だったら。ね、なるほど。ちなみに公共政策っていうところだったんですけど、それはもうアフリカとかアジアとかが多いっていう話だったんですけど、割合でいうとどっちの方が多かったんですか。割合でいうと確かなことはすぐ言えないんですけれども、私が担当していたプログラムは主に東南アジアから来ている政府職員の方とも対象としたプログラムが多かったですね。なるほど。ちなみに東南アジアとかの研修とかってどういうものを学んでいくんですか。公共政策の中でもいっぱいあるじゃないですか、はい、どういうことを具体的に学ばれるケースが多いのかなと思ってて、国の政府のどの機関からお呼びするかというところでも異なってくるんですけれども、総務省系の省庁からいらっしゃる方を対象とした研修の場合は、日本の該当する機関でどういった政策を行っているかというのは中心としてお話をしますし、実際に省庁の方に訪問してご説明をしていただいたりっていうこともありました。なるほど。実際もう一点聞きたいのが、アジアの人たちを招聘するって話じゃないですか、それって間にどっかが噛んでるんですか。そういった場合もありますね、はい、ただ直接招聘しているケースもあります。そうなんだ、はい、日本の政策としてアジアとか、まあ、途上国の方の政府機関の人たちを呼んで研修を行うっていう制度があるんですね。そうですね、大学院の方で直接受け入れるという形もありますね。なるほど。実際そこの調整業務されてらっしゃるじゃないですか。ちょっと偏見入るかもしれないですけど、海外の方って日本みたいに時間に正確ではないというところあると思うんですけど、そういった難しさってあるもんなんですか。特にそういったところで難しさを感じたことは記憶にはないですね。じゃあ9時集合って言ったらみんな9時集合に来るってことですか。そうですね。すごいですね、はい、優秀。ちなみにその調整業務とかをしてる中で一番印象に残ってることって何かあったりします。数々の思い出からなんですけれども、皆さん政府職員でいらっしゃるんですが、同時にすごくフレンドリーで気さくな方が多くて、私に対しても気遣ってくださったりとか、親切に話しかけてくれることが多かったですし、母国についての話も聞いたりとか、仲良くなれたっていうのが私の中で一番嬉しくて、それは非常に印象に残っています。へえ、そうなんですね。そこでお知り合いになった方の中で、はい、一番どこの国の人と仲良くなれました。いくつかあるんですけど、まあ、タイとかインドネシアの方と仲良くさせていただいて、はいはいはい、あ、そうなんですね。ちなみに調整で一番難しかったことってありました。文化とか宗教の面で配慮すべきところがあるので、そこを見落とさないようにというところは気は使いましたね。あ、なるほど、そうか、そこは確かに大事ですね。なるほど。そこで1年間いらっしゃったんですよね。1年間いらっしゃった中で、前提としてもう一回聞いちゃいけないんですけど、なぜ通信系キャリアからもっと国際協力に近い仕事をするっていう話もあったと思うんですけど、それでこの大学院を選ばれたのかなと思ってて、いっぱいあるじゃないですか。その中で国際的な大学院のところを選ばれた理由っていうのもちょっと聞きたいなと思ってたんですけど、もともとその大学院知ってました。もともと知っていました。そうなんですね。何で知ったんですか、はい、インターネットで検索して何かのタイミングで知ったのかな
なと思います。なるほど、そうだったんですね。実際大学院で働くじゃないですか。自分が欲しかった情報とか学びたいなと思ってる情報は学べました？学べたと思います。やはり毎日特に研修生の方が来日されてる期間っていうのは本当に刺激的で、知らなかったことをどんどん教えてもらえたりとか、私が大学の方に就職を希望した理由の一つとして、国際協力って本当に様々な形があると思うんですけれども、政策というところからのアプローチっていうのが一つあると思っていたので、その部分でどういった取り組みがなされているのかできるのかっていうところを知りたいというのも一つ希望理由にありました。うん、なるほど。実際研修に参加してみて、その方の声とかって聞いたりします？そうですね、皆さん積極的にこう発言されたり、うんうんうん、意見を言われたりっていうのは、はい、なんか印象に残った意見とかコメントってありました？皆さん日本の政策の内容について学べてよかったという好意、うんうん、的な声がどの研修でも多く聞かれて、もちろん国ごとに状況とか、まあ、100% 日本の政策を全て導入するということはいろんな理由で難しいと思うんですけれども、何か持ち帰っていただけることがあるというふうに思っているので、そういった部分で学びを得られたという声を聞けた時はやはり嬉しかったですね。あ、そうなんですね。ありがとうございます。で、そこの大学院で働かれてた期間が1年じゃないですか。その後はどちらに行かれるんですか？こちらの大学院を退職した後は、国際協力の仕事にはずっと関わっていきたいという思いがあって、 NGO という機関で働いてみたいという気持ちも強かったので、うんうん、そういった団体への就職を希望していたんですけれども、まずはインターンシップという形で体験をしてみたいという思いがあったので、縁があった平和構築を専門としている団体の方で半年間ほどインターンシップをしつつ、今働いているシャプラニールの方で広報のアドバイザーの仕事をしていました。うんうん、なるほど。実際平和構築を担当している団体とシャプラニール一緒に入られるわけじゃないですか。実際そこってどちらにも面白さがあると思うんですけど、どういう観点でどっちの方が面白いっていう風に感じられました？どちらも違った面白さがあると言いますか、うん、国際協力系の団体ってたくさんありますけど、皆さん抱いている思いは一つ共通しているものがあると思っていて、やはりこう社会課題を解決したい、困っている人、はい、地域のために行動を起こしたいという風に考えている方が集まっているので、うん、そういった方々に出会えたっていうのが一つありがたかったのと、入ってよかったなというふうに思えた理由の一つですね。ただ扱っている社会課題というのがやはり異なっているので、例えばインターンシップをしている団体は平和構築、紛争問題に対する解決策を考えるというところを専門にしていて、一方シャプラニールはちょっと後で詳しくお話ししますけど、児童労働、子どもたちの教育の推進であったり防災の活動であったりというところで重点的に活動しているので、それぞれ違った課題への取り組みを知れたっていうのが良かったですね。実際シャプニールでは広報っていうところを担当されてらっしゃったとお聞きしたんですけど、広報は具体的には何をされてらっしゃったんですか？具体的にはウェブサイトの更新であったり、 SNS、Facebook、Twitter、Instagram などのアカウントを持っていますので、うんうん、まあ、そういった媒体での発信をメインの業務としてしていました。なるほど、そういうことだったんですね。ありがとうございます。ちょっとこの動画では鈴木さんが通信系の会社から転職してどういうことをされてきたのかっていうところをお聞きしたんですけど、次の動画では本題ですね、シャプラニールで何をしているのかっていうところの深掘りをさせてもらおうかなって思ってます。はい、この動画が面白いなと思ったらぜひグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。はい、じゃあ本日はありがとうございました。ありがとうございました。